この話は映像制作をしている、仲間のうちの一人が僕に聞かせてくれた話です。おいおい、時田と。この間そういえば現場でこんなことがあったよ。現場というのは、その撮影現場のことなんですけどもね。その時彼らの撮影チームは一軒家を借りたそうです。ハウススタジオと俗に言われてるものなんですけども、その部屋を借りた時に、1階はいろんな撮影で使うんですが、2階建ての2階部分は使わなかったそうです。ですので、機材やなんか、一式いろんな機材ありますよね。その機材を全て2階に置こうという話になったそうです。で、どんどん運び上げてた。で、その彼が2階に荷物を持ってった時に、階段を上がって左側に荷物を置こうと思った時に、一番正面のところに白いのがペッてくっついてるんです。お札ですよね。お札が真正面の扉にペッて貼ってあるんです。うわ、なんだこれ。いいかいいかと。こういうことかって彼もなんとなく感じたそうです。で、全ての荷物を置きました。で、1階で全ての撮影がやってた。2階でちょっと音がするんですって。人が歩いてるような気配も聞こえるんですって。だけども耳を澄ますと聞こえないんです。ちょっと気持ち悪いけど、しょうがないよね。でも撮影は滞りなく終わったそうなんです。さあ、みんな片付けましょうということで、その彼が2階に荷物を取りに行ったそうです。左にある部屋の扉をパッと開け、荷物を取ろうとした時、右側に白いものが見えるんです。えっと思うと、上に貼ってあったはずのお札が落っこってるんです。ペッて。あれ？お札落っこってるな、みたいな。扉に貼ってあったお札落っこってんなと思いつつ、2階の荷物を全て1階に下ろそうということで、どんどん運んでたそうです。運んでる時に荷物のチェックをするじゃないですか、2階で。その時に、お札が貼ってあったはずの扉が、カチャって言って、こう、開くんです。で、開いてんなって思いつつも、怖いから見れないんですね。荷物を一生懸命詰めてるんですけど、入れる荷物がないぐらいの勢いで詰めてるんです。そうすると、ギーッと開いた中に、おじいさんがちょこんとこうやって座ってたそうです。の いる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 と思いつつ、荷物を持ちきれないほどいっぱい持って一発で終わらせたらしいんですけども、下の階で他のスタッフに言ったそうです。いやー、今さーと上に上がってって荷物片付けたら、お札が落っこってて、お札が貼ってあった扉がゆっくり開いて、その中におじいさんがいたんだけど、何なんだこの家。おばあさんもいるよ、だって。そのハウススタジオなんですけども、おじいさんとおばあさんの幽霊が出るらしいですよ。